はい、本日はですねこちら大注目のダイワのダウンジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあダイワって聞くとですね、僕今まで紹介までしたことはなくて、確か欲しいものでダイワ買おうかなと思ってるんですっていうことは言ってたんですけど、まあ知らない方もいらっしゃると思うんですが、これが今年から出たモデルになってて、モデルというかブランドになってるんです。で実はですね、もともと釣りメーカーで、釣りやってる方からしたらダイワって言ったらめちゃくちゃ有名やんっていう感じだと思うんですけど、まあ、僕全然釣りしないんで、なんかよく視聴者の方からダイワいいっすよ、ダイワいいっすよって言われて、パッと調べたら、なんかこれ釣りやんけとかって思ってたんですけど、今年からその釣りのラインじゃなくてファッションラインが出てきて、確か表参道とかに店舗あると思うんですけど、まあ、それがこのモデルにはなってるんですが、確か関西とかはもうセレクトショップでしかほぼ取り扱いがないような状態になってて、まあ、僕いつも普段レビュー動画はですね、結構冷静な沈着な目でお話しするようにしてるんですけど、まあ、これに関してはですね、やっぱ嬉しいので、ちょっとこうにやけながらちょっとお話してしまうかもしれないんですけども、ようやくこちら購入したので紹介していきたいなというふうに思います。ということで、まあ一応今日の流れとしてはですね、まず最初に、まあ、さっきも言ったんですけど、ダイワっていうのはまず何っていう話して、で次に特徴、このダウンジャケットの特徴をお話ししていって、まあ、次にデメリット、おすすめの人、そしてサイズ感という順番でお話していきたいなと思うんですが、まあ、まず初めにですね、これまあ着用は何回かしてるんですけど、今撮影してるのがまだ9月なので、実際この極寒とかで撮影したりとか、極寒で着用してるわけじゃないので、多分これから使っていく中で、あ、こここうやなとか、これこうやなとか、いろいろ気づくことがあるので、まず一旦これは購入レビューとしての動画になっているので、まあ、使用レビュー動画はまた別では出そうかなとは思ってて、まあ、それ以外にやったらその極寒の北海道とかも行く予定なんで、まあ、その時にこういうのを着てみてどうなんかなっていうのは出す予定ではいてるんですけど、まあ、まず購入レビューとして、今からお話していきたいなと思います。でまずはですね、ダイワっていうのが何っていうところなんですが、まあ、最初言ったみたいに、この腕のところにですね、マークがあるんですけど、なんか D に矢印がついてるみたいな、ちょっとまあ変わったマークになってて、これが、まあ、とにかく人気なんですよね。もうセレクトショップ行ったりしたらもう完売完売ばっかりで、もともと欲しいなと思ってたんですけど、もう結構その手になかなか入れれないような感じやって、まあ、9月だから僕全然買えたんですけど、まあ、おそらくこれも11月とかになったら絶対買われへんやろなとは思うんですが、それぐらいそのファッションが好きな方とかはめちゃくちゃ注目してるアイテムで、まあ、なおかつ始まって1年目のブランドっていうこともあって、おそらく在庫もそんな作ってないと思うんですよね。なのですぐ完売するし、まあ、どっちかって言ったら需要と供給のバランスが取れてなくて、欲しい人の方がちょっと多い感じになってるので、まあ、すぐ完売っていうことにはなるんかなとは思うんですけど、まあ、これ以外にも一応ダウンベストのタイプがあったりとか、あとまあ普通にダウンジャケットのもうちょっとこうワンランク下のダウンジャケットとかもあったりはしたんですけど、まあ、どうせ買うんやったらちゃんと機能的なやつを紹介したいなと思ったんで、こちら購入したということになってるので、まずダイワっていうのが、釣りメーカーから最近ファッションに来てるっていうことになってるので、まあ後でも紹介するんですけども、そういう細かい部分、例えばポケットの位置とか、あとまあこういう首元の高さとかもそうなんですけど、こう全部が考えられて作られてるので、もともとの釣りのノウハウがあるじゃないですか。釣りってこう外でずっとこうやってるからめっちゃくちゃ寒いと思うんですよね。やったことないから知らんけど、まあそうやって寒いと思うんですけど、その寒い時でも対応できるようにって言ってダイワが常に考えてるのがファッションにも生かされてるので、まあ多分これは全然寒くないやろなと思うので、まあ、そういったダウンジャケットっていうかダイワっていうブランドになってます。で次特徴がですね、どんな特徴があるんかっていうことなんですけど、まずこの質感なんですよね。このダウンというかこの生地の質感が、僕ちょっと今まで触ったことないぐらい高級感があるというか、結構しっかりしてるっていう感じになってて、それこそまあこういうのって各ブランドによってその生地、扱ってる生地が若干違うかったりするんですけど、まあ、例えばノースフェイスとかやったら結構シャリシャリした感じの質感やったり、まあ、アークテリクスやったらどうしかともうちょっとマットな感じの質感やったりとかっていう、そのブランドによって若干の違いがあるんですけど、このダイワはですね、僕が今まで触った中で一番高級感があるというか、まあ、しっかりしてるような生地になってて、生地の厚さ自体はそんなないんですよね。30デニールって言って結構薄めの生地感になってるので、バルトロよりはちょっと太いぐらいの生地感やけど、マウンテンダウンとかのもうゴリゴリのダウンジャケットに比べるともうちょっと薄いような生地感になってるってことで、まあ、多分この映像から見てもらっても分かる通り、結構このマットな感じで、ちょっとまあなんていうんですかね、こう安っぽくは全然ないような感じっていうのが多分この画面からでも伝わるんちゃうかなっていうところで、僕個人的にはこの質感がめちゃくちゃ好きなんですよね。まあ、なので気に入ってるっていうのはそうなんですけど、多分この感じっていうかこの生地、誰が見てもそんな嫌な感じじゃないと思うので、多分どんな人でも気に入るとは思うんですけども、そういった生地を採用してるということになってて、次の特徴がですね、まあ、ポケットなんですよね。でポケットが何かっていうと、これちょっと変わってるポケットになってて、この普通の脇のとこというか、そのあばら骨のとこあるじゃないですか、そこのとこのポケットが、まあ、普通にこうやってパッて手を入れれるようになってて、まあ、ちゃんとこの中はハンドウォーマーポケットになってるので、例えばこう手がカサカサして寒い時とかやってこの中に入れてあげたら、まあ、ふわふわで包まれてるみたいな、その外
外側も内側も両方あのマイクロフリースが使われているのでふわふわであったかいんですよね。で、まあ、それはもちろんいいんですけど、次この上側にかぶさってる生地をちょっとパッてめくってあげると、ここにもポケットがあって、これはちゃんとジップがついているので、まあ、例えばこう落としたらあかんもんとかあるじゃないですか、何があるかな、まあ、今パッとちょっとアドリブでは出てこないんですけど、まあ、なんかあるじゃないですか。でそんなんとかもちゃんとこうやってジップがあるので、こう入れといてピュッて締めてあげれば落としたりとかなくしたりしない。これダウンジャケットって結構脱いだりした時って結構大雑把にあの椅子とかにかけるじゃないですか。その時に知らず知らずにポケットからポロリンチョしちゃうことあると思うんですよね。だけど、まあ、こういうのをなくしたあかんやつだけはこうやってジップのとこに入れておけば、こうカフェとか行って脱いだ時に椅子にパンってかけてもあの物が落ちないということになってて、まあ、僕も喫茶店とかカフェとか行ってたりしたら隣の女の人が落とした時に、あ、こういうのって出会いのチャンスになんねやろなとかって思ったりするんですけど、まあ、そういうのをちょっと、まあ、出会いのチャンスはなくなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、なくし物はこれのおかげでなくなるので、こういう感じのジップがついてるということになってて、それともう一個面白いのが、これ実はですね、この生地をめくってあげるとまた後ろにもポケットがあるんですよね。だから位置的に言うと、まずここがあって次こうあって次この辺にあるんですよ。でそこにもちゃんとジップ付きのポケットがあるので、まあ、ここなんかには普段あんま出し入れはせえへんけど持っとかなあかんもんとかあるじゃないですか。そういうのをパッて入れておけば、まあ、普段そんなに出すことないから全然問題ないと思いますし、多分こういうのがあの普段釣りで使われてるようなノウハウが詰め込まれてるんですよね。あんまりアウトドアの登山とかで見るような形じゃないと思うんですけど、こういう釣りとかでは多分いるんでしょうね。こういうルアー入れたり針引っ掛けたりなんやしたりとか、こう魚入れたりとか餌入れたりするときに多分いるんやろうなと思うので、そういうノウハウがしっかり詰め込められているという感じになっているので、ちょっとポケットが特徴的なんですよね。であとこういったなんかこうなんていうんですかね、カラビナとか引っ掛けれるような感じのあるのとかも、いかにもこれで釣りメーカーっぽいですよね。登山とかではあんま見えへん感じなんで、これなんか多分引っ掛けるんでしょうね。僕知らないんですけど、釣りやってる方やったら分かるんかな、分からんけど、まあ、そんなんがあって、これはもちろん左もあるし、右側も同様にハンドウォーマーポケットもあるし、上のジップもあるし、腰のところにもジップがあるっていうような計6箇所のポケットがあるので、まあ、ダウンジャケットでこんだけポケットあったら、まあ、そういうボディバッグとかはあんまいらへんかもしれないですね。で前はそんな感じなんですけど、後ろは結構シンプルな感じになってて、まあ、こんな感じですね。ポケットとかは特に何もなくて、もうパンとスンとなってるような感じになってます。でそして次の特徴がですね、これはパッて見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃダウン入ってるんですね。パンパンにダウンが入ってて、これ一応サイズが M サイズなんですけど、まあ、僕持ってるダウンジャケットやったらバルドロっていうダウンジャケットが結構パンパンに入ってるなって今まで思ってはいてたんですけど、なんやったらですね、このバルトロがあるんですけど、バルトロが若干ちっちゃく見えるぐらいダウンが入ってるんですよね。まあ、こんな感じでパッて見比べてもらったら、ちょっとバルトロの方が華奢な感じがするというか、本来多分バルトロってめちゃくちゃこうパンパンにダウンが入ってるようなモデルなんですけど、それよりも圧倒的にダウンが入ってるので、まあ、これを見てもらえればいかにダウンが入ってるんかっていうのが分かるんですけど、まあ、そんな感じになってます。だからもう届いた瞬間にめっちゃダウン入ってるやんみたいな、パンパンですやんいう感じになってて、まあ、パッて今来たんですけど、正直今やったらそんなあったかいとか分からんじゃないですか、まだ暑いし。だからまあこれからならんと分からんけど、まあ、ダウンがパンパンやからあったかいのはだけど、まあ、逆を言えばスタイリッシュさはないというかこう細さがないと思うんですよね。だからそういう部分では結構すっきり着たい方とかにはあんま向いてへんけど、ちょっとトレンド、今の流行りっぽいトレンドにはもうバッチリハマってるような感じになってるので、まあ、だから特にそういうファッションがお好きな方には売れるんやろうなと思うんですけど、まあ、そういった特徴があって、まあ、次がですね、まあ、僕はこれ好きなんですけども、ゴアテックスであるってことになってて、ゴアテックスインフィニウムっていうモデルになってるんですけど、まあ、何かっていうと、まあ、ゴアテックスっていうのがですね、よく防水とかで全く水も通さへんし風も通さへんっていう生地で有名な生地があるんですけど、まあ、それが一応2つ大きく分かれてて、そのよく僕が普段紹介してるのは完全に水を通さないっていう、まあ、A プランというか A パターンやとするじゃないですか。そしたら今回これは B プランの方というか B パターンの方になってて、何かっていうと、水は完全に通さないわけじゃない、だから要は水に関してはちょっと弱さはあるけども、よりどっちかというと着心地を高めてる柔らかさであったりとか、あとは中にある湿気が逃げやすくなってるっていうのがこっちのゴアテックスのインフィニウムっていうタイプになってて、その防水の方に関してはどんな天候でも着れるんですけども、少し着心地とかはインフィニウムにはちょっと劣るんですよね。だからまあどっちを取るかやとは思うんですけど、普段街中で着るような感覚とかであれば全然これで問題ないとは思うんですけど、例えば山の中で着るとか天候が変わりやすいとこってあるじゃないですか、そういうところで着るんやったら絶対ゴアテックスの防水のタイプの方がいいと思うんで、まあ、そういったタイプって言って何かって言ったら、まあ、ノースフェイスのマウンテンダウンとかもそういう
感じのもう完全防水のタイプなんですよ。 A プラン A パターンなんですよ。でこっちのタイプは、まあ、バルトロとかと一緒で B プランの B パターンの方になってるので、まあ、防水性はない。だからちょっと水は弾くけども、まあ、そんなにあの水に関してあのドンと来いっていう感じじゃないので、ちょっと水は僕ちょっと苦手ですけども、着心地に関してはちょっと任せてくださいよいうような感じのタイプになってるという感じになってます。まあ、だから撥水性はね多少あるので、こうやって見てもらったらちゃんと絶対水は弾くはずなんですよ。まあこんな感じで水は全然弾くんですけど、これがじゃあずっと大雨のようにバーッと降ってきたらどうなんて言われると、やっぱ大雨のようにガーッと降ってきたらちょっとずつ浸水してくるんですよね。だから大雨とか大雪で着るようなダウンではない。やけど普段普通に晴れてるやん曇ってるやんぐらいだと全然着れてて、まあ、外おる時にいきなりバーッと雨降ってきた時の多少の雨やったらいけますせぐらいの感覚で、使えるっていうのがこのインフィニウムっていうゴアテックスのダウンジャケットになってます。まあせやからどういうことかっていうと、まあ結構見た目が今っぽいもうトレンドっぽい感じで作ってて、ダウンもモリモリでやってるけども、やっぱ釣り具メーカーらしくポケットとかもちょっと多彩な感じやし、まあ、ちゃんと風とかも完全に防いでくれたり、あと動きやすさとかも担保してくれるようなダウンジャケットになってるっていうのが、まあこれの特徴になってくるんですけど、次のデメリットっていうところには行きたいんですが、まあデメリットがですね、これ後でまあ見てもらったら分かるんですけども、めちゃくちゃでかいんですよね。だから普通にこれ M サイズで僕着てるんですけど、もともとあえてオーバーに作ってるので、まあ、本当に普段僕が着てるサイズ感でいうと2サイズぐらい上げてんちゃうかっていうぐらいでかくて、まあ、T シャツとかでオーバーサイズで着るのって結構まあどこでも皆さんやってはるじゃないですか。だけどダウンジャケットをオーバーに着るのって、まあそれこそファッションでもかなり最先端の方やと思うので、なかなかまだまだこう街中に浸透しない着方になってくるんかなと思うので、まあもちろんファッションもその最先端におる人らは全然そういう着方してはると思うんですけど、まあ、一般的に溶け込むにはまだ1年2年3年ぐらいかかるんかなと思うんですけど、まあ、先にそういったダウンの作りをしてるっていうことになってるので、まあ、これが人によればっていうか、まあ、大多数の人にとってはちょっと着づらいような感じになってて、それこそもうファッションのめちゃくちゃ最先端におるような人にはもうめちゃくちゃ求められてるようなサイズ感というか大きさになってるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、この辺はちょっとコーディネートはちょっと人選ぶんちゃうかなというふうには思います。でまあその大きいがゆえにデメリットもう一個あるんですけど、何かっていうと、やっぱダウンってもともと何ですか、そんなに動きやすくはないじゃないですか。ダウン着たまま野球できますとかサッカーできますって人おらんと思うので、もともと動きづらいのプラスさらに大きいからもう一個動きづらいんですよね。まあ、なので女子と可愛くカフェデートしたりとか、まあ、本当にこう何て言うんですかね、ちょっとイルミナリエ見に行くとか、なんかそういう程度の可愛いデートやったらいいんですけど、ちょっとアクティブに動くってなってくると、まあ、このダウンジャケットじゃちょっと向いてないかなというところになっているので、まあ、そういった運動性がちょっと悪いので、どっちかというと運動性よりファッション性をちょっと重視して作られている。でファッション性によりすぎてもこうなんていうんですかね、ドメスティック系によっちゃうと動きづらいと思うんですけど、まあ、ちゃんと釣り具メーカーが考えているから、こういうポケットとかこういう首元とかも数が全然入ってこへんような設計になってますっていう感じになってるんかなというふうに思います。でじゃあ次おすすめの人がどんな人なんかっていうとですね、やっぱりトレンドに結構敏感な方がお好きな感じなんかなというふうには思います。まあ、というのもですね、このダウンジャケットって多分今年のダウンジャケットの回の中でも本当にナンバー3トップ3に入るぐらい注目されてるような、まあメーカーが作ってるダウンジャケットになってるので、なかなか一般まで浸透はしないかもしれないんですけども、まあ、洋服が好きで好きでたまらんっていう人からしたらもう多分去年ぐらいから狙ってたようなアイテムになってるんかなと思うので、まあそういうトレンドがお好きな方とか、まあ、ちょっとオーバーサイズで着たい方とかなんかにはめちゃくちゃおすすめになってると思うので、まあ要はバルトロとかを無理やりサイズ上げてオーバーに着るぐらいやったら、ちゃんとこういうもともとオーバーに作ってるやつを着た方が今っぽいちゃんとシルエットに作り上げてくれてるので、まあ、そういったこうトレンドがお好きな方とかにはもう向いてるんじゃないかなというふうには思います。まあ、なので僕個人的にはですね、まあ、結構その洋服がお好きな方が結構買い張るようなブランドっていうかメーカーやと思うので、まあ、どうやって合わせていこうかなみたいな、俺のコーディネート能力じゃどうやって合わせていいか分からへんけど、まあとにかく普通に着とったらええやろうと思って、僕あんまそんなおしゃれじゃないんであんま分かってないんですけど、まあ、とにかく普通に僕は着ようとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとサイズ感が今から話していくんですけど、普段からあんま見慣れないようなサイズ感になってるので、僕としてはちょっと若干抵抗感はあるんですよね。だから、まあ、一応これが170僕8センチ65キロでこれが M サイズなんですよ。でサイズとしては僕変えたネットの中では M が一番ちっちゃかったんですけど、まあ、それでも普通のブランドの XL ぐらいの感覚はあるなっていうふうに思うので、これどっからも風入ってこうへんやみたいな、てかむしろこれ着てて寒いことあるんみたいな感覚になるんで、まあ、ちょっと今から着てみたいなと思うんですけど、
まあ、こんな感じなんですね。めちゃくちゃこうでかいですよね。かなりオーバーみたいな感じになってるとは思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。今これ気づいたんですけど、これなんや、なんかここにあるなんかなんか黒いやつあるんですけど、これ何なんですかね。まあ、もしかしたら釣り関係になってんのかな、それとも意味はないのかな、タグなのかな、ちょっとわからないですけど、この紐もなんやねんっていう感じになってるんですけど、今気づいたんですが、まあ、ちょっと今から掘り下げてた時間かかるので、分かる人はコメント欄でコメントくれてるでしょうということで、ちょっと着ていきたいんですけども、上まで締めるとねこんな感じなんですよ。だからもう全くこの辺から風が入ってくるような心配がないというか不安感ないんですよね。結構でかいですよね。だからこのサイズ感になれれば多分全然めちゃくちゃいいと思うんですけど、まだ若干違和感があって、まあ、これからどんどん慣れていくんかなと思うんですけども、この色味めちゃくちゃ良くないですか。グレージュって言って、グレーとベージュが確か混ざってるような感じだったと思うんですよね。でそれ以外にやったらカーキっぽい緑の感じがあったりとか、ちょっとまあ何て言うんですか、ミリタリーっぽい感じのがあったり、あとはまあブラックっていうこの3色が確か展開されてると思うんですけども、これもダウンベストバージョンがあったりとか、まあ、この長袖のダウンがあったりはするんですけど、値段的には確か8万円ぐらいしてるので、まあ、そんな安いもんではないんですけど、まあ、ちゃんと作りはしっかり作られてるし、でなおかつおそらくなんですけど今年が1年目やからそんなに大量には作ってへんのちゃうかなとは思うので、まあ、これは僕が動画で紹介しようが姉妹がどっちにしても完売するようなアイテムにはなってると思うので、もともと人気のあるような感じになってるんちゃうかなというふうに思います。はい、ということになってるので、まあ、以上が台場になってるんですけど、やっぱりまだ今ではですねちょっとわからん部分とかもあって、ここから使っていけばどんどん、あ、これってこういうとこいいなとか、これってこういうとこ微妙やなっていうのが分かってくると思うんですけど、今まだこの9月の段階でよくわからないんですよね。だから分かってることというと、やっぱ質感とか、あとポケットの位置とかディティールとか、そういうところに関しては分かるんですけど、使ってみた感想とか使い心地、使い勝手っていうのは、まあ、これからおいおい分かっていくので、また別動画でちょっと お話ししていきたいなというふうに思います。はい、ということになっているので、まあ、最後はサイズを見てもらってお別れしたいなというふうに思いますので、本日はですね大注目の、台場を紹介してみたという紹介になってるって言ったらちょっと違うけど、台場のダウンジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Fireworks, thought nothing could break us, but oh.